はい、どうも、お茶です。じゃあ、今日はね、ジョギーを使ってランクマやっていこうと思います。本当は今日、シンを使ってね、ランクマやろうと思ったんですけど、ちょっと眠いんでね、眠い時はあんまメインキャラ使いたくないんで、まあ、2回連続ジョギーってのはね、あんまりあれですけどもね、まあ、今日はね、眠いんで許してください。ということで、早速19段の方が見つかりましたね。レオか。レオもなかなかコンボめんどくさいんですよね。重量級なんでね。まぁ、ちょっと浮きが低いっていうのが。まぁ、基礎コン程度ならほぼ変わんないんですけどね。ちょっと洒落たコンボしようとすると。さあ、これはレベル3美味しいですね。あー、ヒット確認だけ、あっひどいな。なんか漏れた。もったいね。ここはしっかり直画したので、なんか、ごめん、今日ヒット確認がビビるほどできてない。さあ、これね、金イエスの方が拾える。あー、惜しかった。しゃがみくらいだとね、結構つながりますよね、これね。 J ハイ、円Sみたいなのね。しゃがみくらいだとちょっとあれなんですよね、コンボ受付時間なんて言うんだろう、それがちょっと長くなるんですよね。さあ、バレちゃった。 6K の後はバレない方がいいぞ。補正切れなかった。こうあれだったな、レベルミストからでよかったな。コンボ選択ミスっていった。おいしい。これはダウン取れますね。一段、下段。あー、ミスった。さあ、中段で終わりです。うん、いやー、勝率もうちょい上げたいな。あー、キャンセルされた。まあ、なんかしょがりっぽくなってましたもんね、今ね。はい、本当は2回やったんですよ。レオの方の後、次ね、この回の方とやったんですよね。だけどね、ちょっとね、録画ミスでね、すっごいカクつく動画になっちゃって、とても見れる状態じゃなかったんで、急遽ね、撮り直しました。本当はあんまりリプレイでね、改めてまた実況し直すみたいなことはしたくないんですけど、今回はね、レオの方の動画だけで終わるとさすがにね、短くなりすぎるんで、今日はね、ちょっと許してほしいです。はい。なんでね、この回の方ともね、やったんで、これをちょっとね、まあ、見ていきましょうか。解説っていうか、まあ、そんな、偉いことをやるつもりじゃないけども、まあ、とりあえずね、独り言ボソボソ言いながらやっていきますか。この方ともね、一戦で切られたんですよね。なんか、すごい一戦で切られますね、今日は。ことで、開幕は足払いですね。なんで足払い振ったんだろう。コインでよかったのに。さあ、リッパーじゃなくて、昇竜でね、切り返されて、ここね、ジャンプ入れ込んじゃってね、そこに当たりましたね。さあ、脳死 J ハイ。これ、本当強い。落とされにくいっすよね。これ強いっすよね、リッパー。6回、6回にリッパーで追い込まれるのきつい。さあ、ここは、こう、しっかりバースト読んでね。さあ、これは美味しいですよ。ここね、やってる時も言ったんですけど、切りはめも良かったかもしれないですね。ランクマなんで。まあ、あんまダサいから正直やりたくないっていうのはあるんですけど。まあ、やっぱ切りはめ超強いんでね。さあ、ここは下段選択。ここ6回捨て取れで終わってましたね。ここほんとコンボ選択が下手だったと思います。ということで、ディッパーのね、スカ角を狙っていきましたね。相手もこれ紫キャンセルで好きフォローしようとしてたんですけど、間に合ってませんでしたね。さあ、これでレベル2。あー、これね、愛されボディなのか。俺の前管理が下手ってか、ね、ミストが当たらない距離だったのか知りませんが。ここね、セバー来るって、ね、言ってたんですけどね、ガードできませんでした。やっぱセバーガードしにくいですよね。さあ、ここセバー今度こそ読んでたんで、しっかりガード入れ込んで、上に飛んでましたね。さあ、レベル2。ここはステップコインを見すぎました。これ美味しい。だけど、この距離はあんまりいいのが繋がらない。6回セトレだったらよかったかな。謎の機関挟んで様子見して、さあ、機関を使いまくっていく。機
キアンだけでゲージを 75% 使った。ここは投げれると思ったんで投げをすりました。さあジョニー戦は結構花火ポイントも多いですよね、今みたいにね。あんまジョニー知らない方だとね多い。でここが中段1回見せといて、で次ね来ると思ったんですよ昇竜。多分また中段読みで昇竜振るかなって思って様子見して、ちゃんと昇竜振ってきてくれてみたいな感じですね。で最後は読み方的な感じになりましたね。はい、てな感じで今日は6分ぐらいの動画になるのかな。明日こそはね、明日じゃないや、次こそはまあちゃんとね真の動画上げたいと思うんでね。いや2回連続ジョニーの動画で申し訳ないです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。